キュランダ高原列車は QR トラベルトレインがオーストラリアクイーンズランド州のケアンズ駅キュランダ駅間をノースコースト線の支線経由で運行する観光列車。キュランダ観光鉄道などと呼ばれることもある。また、キュランダはクランダとも表記される。キュランダ高原列車キュランダ高原列車と滝あたり列車はケアンズからマッキャラスター山脈を蛇行して登って行きキュランダに至る 約3 3トルを結ぶ観光列車であり、通勤輸送には利用されていない。所要時間は約1時間45分である。バロン渓谷国,国立公園内を通過し、バロン滝付近では眺望のために一時停車する。他にも、線路から数メートルの距離にあるストーニークリーク滝を含むいくつもの小さな滝のそばを通過する。各車両には3つの LCD モニターが設置され、 路線の歴史やバロンタキについて説明されている。2両連結されている。ゴールドクラス車両では、軽食や飲み物が提供される。2020年現在、午前中に往路が2本、午後に路が2本の列車が運行されている。ケアンズ駅、フレッシュウォーター駅、バロンタキ駅、キュランダ駅。ありがとうございます。